どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は最新シーズンから将来にかけて戦場をリードする強テンプレ編成っていうのの戦意をですねお伝え予測するとともにですね、その上でどのような編成を組んでいけば今後活躍していけるのかというのをですね皆様にお伝えしていきたいと思います。で、僕ちょっと前にですねシーズン10に最強編成何戦みたいな動画を作らせていただきました。こちらのシリーズはですね毎シーズン作ってまして、そのシーズンで特に強いと思った編成というのをですね紹介するという動画になってるわけなんですけども、その動画の中でですね今回ヤリクソン入れなかったんですよね。ヤリクソンというのはですねシーズン6で総戦作戦が登場してからかな、メキメキと強さを発揮してですね最新シーズンに至るまでですねずっと最強クラスの編成ということで名を轟かせてたわけなんですけども、今回入れなかった理由といたしましてはちょっとヤリクソン厳しくなってきたんじゃないかっていうところなんですよね。もちろん強いことには変わりないんですけども、その最強の一角と呼ぶにはですねもうちょっと厳しいんじゃないかということでですね最強編成の中には入れなかったという次第なんですね。で、その大きな理由というのがSP 技法系が非常に強いというところにあるんですよね。SP 順位と SP 閣下がシーズン11で登場したわけなんですけども、これによってですね、ヤリクソンの上位互換のような編成が生まれたということなんですね。で、しかもですね、この SP 体系とヤリクソンっていうのが継承戦法の関係で共存が非常に難しいということになってますので、ってなるとですね、この SP 体系の方を組むよねっていうことでですね、ヤリクソンが微妙、そしてあまり見かけなくなったということに繋がってるんじゃないかなと思います。皆さんのエリアサーバーではどうですかね。僕のエリアサーバーではヤリクソン、まあまあ見かけるんは見かけるんですけども、昔ほどは見ないなっていう印象なんですよね。半分ぐらいに減ってるんじゃないかと思います。シーズン11開始時にですね、SP 順位か SP 閣下が登場して、で、その強さというのを目の当たりにして、で、次のシーズンのシーズン12でですね、ヤリクソン組むのをやめて、SP 体系の編成組もうといった結果ですね、こういったエリアサーバーでの戦況ということになってるんだと予想するわけなんですけども、ヤリクソンが減るということはですね、また頭角を現してくる編成があるということなんですね。それがこの投降兵部隊ということになってます。この戦法は自軍全体の非平人ダメージを 24% 減らす、統率依存ということになってるんですけども、強みといたしましては、最初から最後までずっと平人ダメージをカットしてくれるっていうところと、あと拳法破砕とかのようにですね、技法を付与されたとしてもですね、無効化できないというところにあります。なんでこの投降兵の編成っていうのはですね、非常に厄介なんですけども、まあ厄介な分大きな弱点もあって、燃焼状態によってダメージを受けるとき、さらに追加ダメージを受ける。で、このダメージ率が 300% ということでですね、燃焼戦法を持ってる部隊と戦うとめちゃめちゃダメージを受けてしまうというところでですね、使いにくさっていうのがあってですね、好みがあって、まああまり見かけないみたいなシーズンもあったんじゃないかなっていうところなんですよね。ただヤリクソンがいなくなるっていうことはですね、リクソンというこういう戦法で燃焼付与してくるような部隊がですね、まあうろうろしてたのが減るっていうことにつながるじゃないですか。っていうことになりますと、投降兵が仕事しやすくなるっていうことですよね。で、平人部隊っていうのがいくつかあるわけなんですけども、こういった部隊に対するメタ戦法としてこの投降兵っていうのはめちゃめちゃ優秀ですので、持ってはおきたいけども、ヤリクソンがうろうろしてるから結局うまいこと使えないよなとか、相手が何入ってるのかわからない時に燃やされる可能性が非常に高いよなっていうことで使い控えしてた人も多いんじゃないかなと思うんですよね。僕もその一人ということなんですけども、ヤリクソンが減るっていうことはこの投降兵が増えるということにつながると思います。で、投降兵を使う代表的な編成といたしまして、体位盾、天候聴覚盾、法政三聖人のような編成があるわけなんですけども、これらの編成ってどれも強いんですよね。なんですけども、燃やされるのが嫌でっていうことで使わなかったっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけども、ヤリクソンが減ることによってですね、これら3つの部隊っていうのが戦場に増えてくるんじゃないかと予想されます。なんで、こういった部隊に相対することのできる部隊っていうのを用意しておかないと、シーズン13以降っていうのはですね、うまく立ち回れないんじゃないかなと予測してるわけですね。で、僕の共存編成の考え方といたしましては、1軍と2軍に関しては、テンプレの中でも特に強いのを選択して、共存性が低くても、この2つの部隊に強さを特化させるというところにあります。で、こういった考え方の方が他にも多いということになりますと、おそらく技法体系の編成と、あと投降兵を持ってる編成、この2つっていうのをですね、組むっていう方が増えてくるんじゃないかなと思うんですよね。
で、共存っていうのもですね、一応させられるっていうことになりますので、こういった使い方をするっていう方が今後増えてくるということになりますと、まあ、投降兵を使う編成に相対するのに関してはですね、燃焼系をぶつければいいかなっていうところなんですけども、技法体系とも勝負できる編成っていうのをですね、考えていかないかんっていうことなんですね。ただ特に SP 技法機とかだったらですね、この部隊だったら確実に勝てますよっていうのはおそらく存在しないんじゃないかなと思うんですよね。まあこれは他の技法体系の編成に関してもそうなんですけども、同じ技法体系をぶつけて勝つっていうのがですね、今のところ一番まあその目があるかなっていう戦い方になってて、となると凸が進んでないと厳しいっていうことにどうしてもなってしまいますよね。なんでこの技法体系に対してですね、確実に勝てますよっていうわけではないですけども、そこそこいい感じで戦えてるなっていう部隊をですね、いくつか紹介しますんで、それらを主力に組むとですね、ますます戦場でうまく立ち回れるんじゃないかなということですね。今からその編成というのをですね、3つほど紹介させていただけたらと思います。1つ目は洞察層ですね。こちらの編成は脅威を主将として超運と諸葛亮を副将とした槍の編成ということになってます。脅威に兵士宝物が必要ということになってて、脅威に混迷乱城と貸し原料で、超運に異謀必至と水路断絶で、諸葛亮に八門金鎖の陣と滑骨両毒という組み方でですね、おそらくこの技法体系の編成に対してはですね、まあまあいい成績を残してくれるんじゃないかと予想されるわけですね。で、その理由といたしましては、技法体系の編成には核が使われていることが多いんですけども、超運が核の混乱を受けないということですね。これによってですね、やっぱり同士打ちとかが発生しなくなるっていうのはですね、だいぶ大きいんじゃないかなっていうところですね。で、諸葛亮に関してはですね、アクティブ戦法を封じる式戦法を持ってるということになってますので、 SP 体系の編成といいますとアクティブ戦法を結構持ってるっていうことが多いので、それを少しでも抑えていこうということで諸葛亮を入れてるということですね。で、滑骨両毒に関してはですね、混乱を受けてたとしてもですね、回復させるのは、味方だけということになってますので、この編成だとですね、まあその勝率5割以上っていうのはなかなか難しいかなと思うんですけども、そこそこ頑張ってくれるはずだということですね。で、もしくは洞察層でもいいんじゃないかなと思いますね。こちらチョンを主将として、カウンとカン・ギンペイを副将の編成ですね。で、チョンには総戦尺戦と異謀必至で、カウンに短期戦利と胸水断拠もしくは水路断絶で、カン・ギンペイに奇形人と青州兵という編成になってますね。こちらの編成に関してはですね、混乱しない武将が関羽も追加されるということなんですね。まあ関羽に関してはですね、短期戦利が発動すればということにはなるんですけども、まあ混乱というのを防ぎつつですね、制御というのもかなりかけられる部隊ということになってますので、この編成でもまあまあ強く出れるんじゃないかなっていうところですね。ただそれでもですね、ほぼ勝てるっていうまでは至らないかなと思いますので、やっぱ技法系統強いなというところですよね。あとは速攻型で倒すっていうのも手かもしれないですね。速攻型に関してもですね、確実に勝てるっていうわけではないんですけども、運が良かったらですね、ほぼ兵損なく抜けたりっていうことがありますので、こういった編成っていうのもですね、一つ組んでおくといいんじゃないかなと思いますね。で、速攻型っていうのはですね、共存非常にさせやすいということになってますので、どれか一つ用意するっていうのは容易なんじゃないかなと思われますね。で、呂布三世もありますけども、星弓とかでも OK だと思いますし、新幹走とかですね、まあとにかく速攻型に負けてるシーンっていうのはたまに見かけるということになりますので、こんな感じで、その職の槍編成ですね、プラスアルファですね、速攻型を準備することでですね、なんとか対策していくとですね、まあ技法体系ともですね、そこそこ勝負できるようになってくるんじゃないかと個人的には予想してます。で、次、投降兵対策ということで考えていきたいんですけども、先ほど紹介した天水槍に関しては、脅威に貸し原料が覚えさせられているので、それで燃焼が付与できるということになりますよね。なんで投降兵対策ということになるわけなんですけども、その編成を使わなかった場合はですね、技法盾なんかを用意すると活躍させられるんじゃないかなと思いますね。技法盾は各省の固有戦法で燃焼付与できますので、投降兵の部隊に対してですね、非常に強く出れるという側面があります。で、この編成を使ってた時に思ったことなんですけども、投降兵にぶつけていっても結構逃げられないんですよね。なんでよく燃やさせてもらったなっていう記憶があります。これに関してはですね、そのプレイヤーの連動っていうのが上がってくるとですね、だんだん逃げられるようにはなってくるんじゃないかなと思うんですけども、思い返すとですね、シーズン3とかで芝居盾を僕投降兵で使ってた時にですね、よく呂布三世とかが突っ込んできたりしてたんですよね。
で、これはですね、兵士適正的に騎兵の方が有利っていうことでですね、突っ込んでくるわけなんですけども、当然、平人ダメージに対して非常に強い投降兵は跳ね返すことができますよね。なんですけども、こういったのもですね、プレイヤーの連動っていうのが上がってない段階だと、みんなその兵士適正に物を言わせて突っ込んできたりっていうことがありますので、まだ技法立ててですね、投降兵を燃やせるっていう環境にあるんじゃないかなと思いますので、活躍させられるんじゃないかなと思います。で、逃げられるっていう状況だったとしてもですね、別に不利になるわけではないので、持っておいて損はないんじゃないかなと思いますね。そしたらまとめていきましょうか。おそらくシーズン13以降はですね、技法体系の編成プラスアルファ投降兵の編成っていう感じで1軍2軍を決める方が増えるんじゃないかなと思います。で、この2つで決めた方っていうのがですね、一番活躍できるんじゃないかなと思うんですけども、逆にこれのメタになる編成を用意しておいた人っていうのもですね、等しく活躍できるんじゃないかと思います。で、そのメタ編成というのをですね、提案するのが今回の動画ということになるわけなんですけども、1軍2軍で組むのは技法立てと天水槍がいいんじゃないかという結論ですね。で、この天水槍に関してはですね、洞察層とかでも OK かなと思いますし、まあちょっと先ほどは紹介しませんでしたけども、最小層なんかでもですね、一応その可視原理を積めばですね、燃焼対策にもなるしっていう側面がありますので、まあいいんじゃないかなっていう気はしてます。まあこの辺は凸と相談っていうところになると思うんですけども、一番凸が進んでるような編成を使うべきかなと思いますね。で、もう一つ速攻型緑酸性なんかをですね、合わせて組むこともできると思います。これによってですね、技法体系とは勝負できるかなと思うんですけども、じゃあ5部隊同時に組むってなった時にですね、他にどんな編成が組めるかって言いますと、まあ SP 軍弓とかね、両機器とか、東円盾、甲信弓、北伐と5騎馬みたいなですね、またトップクラスに強いようなテンプレ編成っていうのもですね、同時に組むことができるということになりますので、これらを組んでいけばですね、どういった部隊とも相対することができてですね、割とシーズンで活躍できるんじゃないかなと思ったんですけども、皆さんはどのように感じたでしょうか。また思うことがありましたらコメント欄に書いていただけるとありがたいです。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。